源氏物語、源氏物語の登場人物、藤原これ光、藤原これ光とは、源氏物語に登場する架空の人物。本項目ではこれ光につながる一族の人物についても説明する。藤原これ光は、光源氏にとって、自身の乳兄弟という関係にある伏線の家来の一人であり、数多くの源氏物語の登場人物の中で、本名が、 明らかにされている数少ない人物の一人である。ヒカルゲンジと同年齢か若干年上と見られる。ヒカルゲンジと数多くの女性たちとの間のやりとりに関わり、ヒカルゲンジとの密会の際に急死した夕顔を、ホームルなど表にできない面を含めて、ヒカルゲンジのために働いている。家作など様々な分野でも優れた才能を示し、 光源氏の多くの恋愛の成功に重要な役割を果たしている。壮年期以降には彼自身の身分が高くなり、参議にまで登った一方自身の登場の機会は大きく減ったが、娘の富士天使が光源氏のンジの子夕切の側室となって多くの子を産み、男の子供は夕霧に仕える人物として姿を見せている。これ光の物語上の位置づけについてはしばしば、 サゴロモ物語における、主人公サゴロモの目のとこで側近である道木と対比される。竹取物語や、うつほ物語といった、源氏物語に先行する多くの物語では、主人公をはじめとして、少なくない登場人物が本名と思われる、固有の名前が明記されていた。 これに対して、源氏物語では大部分の登場人物は単に、官職名で記されていたり呼び名のようなものしか、記されておらず、本名が、明らかにされていない。そのような中でこの藤原レミ光は、同じく、光源氏の家来の一人である、源義清と並んで、数多くの源氏物語の登場人物の中で、本名が、 明らかにされている数少ない人物の一人である。このようにごく一部の人間のみが本名を記されていることについて、本名を記されているこれらの人物は、低い身分ながら、物語の中で、しばしば活躍するためであるとする、玉神拓也の説や、信頼できる、主従関係がある人物を実名で記すという、原則が存在するとする、稲賀刑事の説などが存在する。 なお、これみつという名前について、室町時代の区下、学者、歌人、四つ辻吉成の注釈書、川海章は、当時の漢文日記の例を挙げて、源氏物語が書かれた当時としては、ありふれた、平凡な名前だったとしているが、これみつという名前には常に、光源氏の忠実な家来であることを示す、光を重もんみうという意味が込められているとする見解がある。 四辻義成は、川海省の序文において、自身のことを、はるかに、これみつ吉清が風をした、不涼式き沖縄りと記るし、また、十五位下物語博士源な忠とという名前で、署名しているが、この、忠長という名前は、これみつと吉清を合わせたものであると考えられている。藤原これみつは直接には、以下の巻で登場し、 本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。その他第39条夕霧などいくつかの巻で、同人の子孫についての記述が見られる。これつの性については、直接本人の性を記す記述は、本文中には存在しないが、娘が藤天寺と藤原氏出身であることを意味する呼ばれ方をしている、ことからこれみつ自身も、 藤原氏であると考えられる。母は、第二羽と呼ばれている光源氏の羽の一人である。光源氏の羽としては他に、左衛門の羽と呼ばれている人物がいる。第二羽の名は、父親か夫が、太宰第二であったことに由来すると思われるが、いずれによるのか不明である。夕顔巻と、末摘花巻にのみ登場する。 病になって二になり五条の家に住んでいたが、源氏が見舞いに寄った際に、隣の家に住んでいた夕顔を見つけるきっかけになる。兄のアジャリがおり、源氏と密会していた、際突然死去した夕顔をこれみつが、密かに葬るのを手伝っている。娘に、藤天二がいる。この娘はこれみつから大切に育てられ、男兄弟すら、滅多に会えないほどの可愛がりようであった。 いずれ宮中にあげて天地にするつもりであったが、源氏の命により五節の舞姫として差し出すことを命じられ、気が進まないもののしぶしぶ出資に応じた。この際に、源氏の着難である夕霧に見染められることになり、以後、これみつは、妻と共に、自身の一族が、明石の一族と同じように娘が、 貴人の子を産むことによって英達することを期待して、娘と夕霧の中を取り持つことに積極的になっていった。やがてこの娘は宮中に上がって天智となり、富士天智と呼ばれるようになった後で、両親の期待通りに夕霧の側室となり、彼との間に数人の子を成した。この子供の数、順序と性別については精細である雲井の狩りの子についての記述も含めて、 夕霧巻巻巻末にまとまった記述があるが、写本によって複雑な違いがあり、どの形が原型であるのかを多くの議論が存在している。有力なものは、青表紙本のうち池田本、横、山本、伏見天皇本及び、大島本に見られる、安倍昭雄などが原型であろうとする、及び、青表紙本のうち、三条西下本、昭白本、北国文庫本、名誉本、有才本、 五菓子はバラインポンこれらに近い青病資本系統の本文を持つとされる、首書、源氏物語や古月書といった版本。河内本、別本の内容名文庫本、魚物本、保坂本などに見られ、藤村清などが原型であろうとするがあり、この他に、といった、様々な形が存在しており、現在でもどれが、 本来の姿かという点については決着はついていない。なお、富士天使が生んだ子供たちの内湯切りにとって、末娘になる、六の君は落葉の宮に育てられて、多くの金鉢から結婚を求められる評判の姫になり、赤子の中牛のの求めに応じてその子に大宮に、嫁いだため、赤子入道赤子の方赤子の姫君今、 上帝となって皇族に繋がった、明石の一族と同じように、これ光富士天寺マイナス六の君に大宮となって、皇族に繋がったため、明石の一族と同じようになりたいというかつてこれ光が、望んだ願いは実現したことになる。これ光の男子は、少女巻や、倍死巻において、光源氏の子である夕霧に仕えており、夕霧と宮中にいた。 時期の富士天使の手紙の仲介をするなどしている。光源氏が、乳母が病であることを知って見舞った際、約束なしでの、突然の訪問であったため門が開かず門の前で、しばらく待っているうちに、林家の様子が気になったという形で、光源氏といと夕顔が結ばれるきっかけを作ることになった。その後も夕顔の蘇生を調べ、夕顔の屋敷の使用人と親しくなり、 光源氏から夕顔への文分を届けるなど、光源氏のために働いている。光源氏が夕顔を訪れる際には常に同行しており、夕顔が休止した際には、兄のアジャリの協力を得て、夕顔の亡骸を処理している。光源氏が若紫を見出した際にも、その保護者である北山の二君とやり取りした手紙を持参している。 ニクンが死去して紫上が父である、式部境遇に引き取られそうになったことを主である源氏に知らせ、先回りして源氏が自邸に引き取るきっかけを作る。何者ともわからないまま宴の場で、光源氏が出会ったおぼろ月夜について、源氏に命じられて、源義清と共にその蘇生を探っている。光玄児のもとに引き取られた紫状の身の回りの世話をし、 源氏と紫上が、鴨の,の祭りの見物をした際にも、その準備を整えている。源氏と紫上の新婚三日目の儀が行われた際の用意も行っている。光源氏と花散里との関係についても、花散里の様子を探り、花散里を訪れる光源氏に同行している。光源氏が失脚し周囲のほとんどの人物が、 光源氏の元を離れた際にも、光源氏の元を離れることなく光源氏の、スマ大挙にも帯同している。スマや赤氏でも光源氏に従って活動しており、スマでは、源氏と赤を昭和している。また、光源氏の赤氏の方への訪問にも同行している。源氏の住吉三景に帯同し、赤氏の方が、 源氏の様子をひっそりと見守っているのを見つけそのことを源氏に報告する。帰京した源氏が末摘む花の屋敷のそばを通った際に、源氏に末摘む花のことを語り、源氏に忘れていた末摘む花のことを思い出させる。赤氏の方が上京することになった際、もともと赤氏の縁者の屋敷であったため赤氏の方が住むことになる、大関の山荘を、 源氏の命で整える。摂津主権修理大部になっており、五節の舞姫として自分の娘を剣ずる。賛義になっており、息子は源氏の家人となっている。娘藤天寺が夕霧の妻となる。本人の動向は不明ながら、娘の藤天寺が夕霧との間に多くの子を儲けていることが記されている。ありがとうございます。